はい、それでは12月2日の、3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。まだ、計画を立てていない方は今日中に計画は立てましょう。明日やろうと思ったら、明日もやりません。もうそれが人なんですね。私も含めて人って怠け者なんですよ。だからこそ自分を律するために今日やるべきことを明確にして、今日やるんですよ。明日やろうはバカ野郎。私はいつもこの言葉を思い浮かべて、ね、怠けてしまいそうな時も、なんとか今日中にやろうと思ってやっています。なんでぜひですね、明日やろうはバカ野郎、これをですね、常日頃頭に浮かべながら、勉強をやったりとか仕事をやっていただければと思います。では問い1です。 A が建設業者 B との間で建築の請負契約を締結した。工事完成後建物に瑕疵があり目的を達成することができなかったとしても注文者 A は契約を解除することができない、丸か×かという問題です。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは×です。原則注文者が相当期間を定めて瑕疵がないように催告をして、でその期間内に瑕疵を直すことができなければ契約解除することができます。例えば注文者が居住用目的、住むことを目的として、建物の建築を依頼しました。建築業者に依頼しました。その場合、完成した建物が傾いていて住むことができないとなると、この注文者は困りますよね。そのため、もし一定期間内に住めるようにしてくださいっていうふうに期間、相当期間を定めて住めるようにもししなかったのであれば、つまり傾いた建物を直すことができないというのであれば、注文者は契約解除することができるということです。で、途中なんですけれども、ぜひグッドボタン押していただければと思います。グッドボタン押していただければ励みになりますんで、よろしくお願いいたします。で、問い2です。宅建業者 B 社の使用人であって、 B 社の宅建業を行う支店の代表者が刑法第222条脅迫の罪により罰金刑に処せられたとしても、 B 社の免許は取り消されることはない、丸か×かという問題です。答え×ですね。支店の代表者っていうのは政令で定める使用人、政令使用人です。政令使用人が脅迫罪により罰金刑を受けたということは、この結核の政令使用人を持つ B 社も結核になります。したがって B 社の免許は取り消されます。だから×なんですね。で、実はこの免許の基準には答えを導くプロセスっていうのがあるんですね。で、このプロセスを知れば免許の基準で間違うことはなくなります。そしてこの問題はこのプロセスに加えて4つのことを学べるんですね。で、言い換えると、この問題が分かれば免許の基準の問題の非常に多くの部分を学ぶことができます。まあ、これが効率的な勉強法の真髄と言っても過言ではないんですね。で、この真髄をあなたにも実践していただいて、短期間で実力をつけていただきたいと思っております。で、受講者様については受講者専用のメルマガでその旨解説しておりますので、ご確認いただければと思います。まだ個別指導受講されていないという方はぜひ個別指導をご検討ください。短期間で実力を上げて来年一緒に合格を喜びましょう。個別指導はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問3ですね。日英規制の対象となる区域について、その区域に存する地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して都市計画で定められる、丸か×かということです。答えは×ですね。都市計画ではなくて地方公共団体の条例で指定されるんですよね。日英規制の対象となる区域は地方公共団体の条例で指定します。都市計画が誤りということです。で、この問題必ず取るべき問題なんですね。で、合わせて覚えるべきポイントは指定できる地域です。日英規制っていうのは商業地域、工業地域、工業専用地域では指定されないんですね。つまりこの3つの地域以外の地域で指定することができるということです。でもこれ覚えてくださいと言われても、これすぐ忘れませんかね。どのように頭に入れるのか、忘れにくくするのか。
個別指導では覚え方までお伝えをしております。独学の方は効率的に頭に入れるためにどのように覚えるかを考えながら勉強していただければと思います。まあ、今回ですね、昨日に続いて免許の基準の考え方ですね、無料の動画ではちょっとお伝えすることできないんですけれども、これちゃんと考え方、答えの導き方ということを頭に入れていただければもう必ず得点できるようになりますので、もしそのプロセスっていうものを知らないというのであれば、ぜひ、個別指導をご検討いただければと思います。多くの解説が考えるプロセスっていうものを省略している場合がもう非常に多いんですね。それだと全然点数上がってきません。実力って上がってこないんですね。その問題は何回もやれば解けるようになりますけども、類題、つまり本試験の問題で解けなくなっちゃうんですよ。それだと。重要なことっていうのは考えるプロセス、考え方なんですね。どうやって答えを導くかなんですよ。ここをちゃんと頭に入れておくことが合格するための一番の秘訣になってきますので、ぜひそこを押さえていきましょう。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスの小野でした。